マヌエラと二人の娘たちの肖像がエンディケータ、マリア・マヌエラ・キルク・パトリック・デ・クロスブルー・イ・デ・グレビニエは、フランス皇后、ウジェニー・ド・モンティジョの母、モンティホ・伯爵夫人。スコットランド出身で、マラガ駐在アメリカ合衆国領事の任にあった、ワイン賞、ウィリアム・カーク・パトリックと、ベルギー人の妻マリー・フランソワーズ・グレビニエの間の、娘として生まれた。母方のおばは、 フランス人が移行官、マチュード・レセプス伯爵の妻であった。幼い頃から美しく聡明で、精力的な少女だった。1817年12月15日、赤眼で熱心なボナパルティストの手羽伯爵、シプリアーノ・パラフォックス・イッポール・トカレドと結婚。一男二女を儲けた。1834年、夫がモンティホ伯爵位を相続し、 マヌエラもモンティホ白爵夫人と称した。1830年代、彼女は娘たちの教育のために、娘たちを連れて、パリに生活拠点を移すが、すぐに、パリの社交界に出入りするようになり、スペイン駐在イギリス大使ジョージ・ WF ・ビリアーズや、フランス人作家プロスペル・メリメと親交を深め、浮き名を流した。メリメは、マヌエラの二人の娘に教養をつけることに情熱を、 傾け、またマヌエラから聞いた話に触発されて、小説、カルメンを執筆した。1839年、未亡人となって間もなく、愛人、ビリアーズが自分を捨てて、他の女性と結婚すると、マヌエラは当てつけに、自分の娘たちの良縁探しに奔走するようになった。長女のパカは、スペイン一の大富豪アルバ公爵に嫁ぎ、次女のエフヘニアは、メリメの応援もあって、 フランス皇帝の日に迎えられた。ありがとうございます。